トーク。残念だな。立ち止まっていられないの。残念だな。実力も測れない愚か者とは。覚えたスキルも整理したし、準備万端。我らにお任せを。そういやリグル、お前のお兄さんは誰に名前をつけてもらったの？兄は通りすがりの魔族のゲルミュット様につけてもらったそうです。見どころがある、いずれは部下に欲しいと。ゲルミュット、魔王軍の幹部です。ただ兄は今の我々ほどの変化はありませんでした。魔王軍？魔王もいるのか。そういやベルドラも勇者がいるとか言ってたし。大変そうだから関わり合いにならないようにしなくっちゃな。っていうか名付け親によって進化の程度も違うのか。名付け親、親か。なあランガ、俺ってお前の親父さんの敵ってことになるよね。恨んだりしてないのか。思うところはあります。しかし我が主は戦いに負けた我々を許したのみならず、名前まで授けてくださりました。感謝こそすれども恨むようなことはありません。我らの忠義は我が主ただお一人のものでございます。そっか、ありがとな。ランガたちのおかげで我々の足なら2ヶ月かかるところ、もうじきドワルゴンが見える頃ですよ。そのドワルゴンって俺みたいな魔物が入っても大丈夫なのか。心配はいりません。ドワルゴンは中立の自由貿易都市。領地内での争いは英雄王ガゼルの名において禁じられているのです。天然の大洞窟を改造した都にドワーフやエルフ、人間も多くいます。その強大な軍事力が自由貿易を可能とし、この千年ドワーフ軍は腐敗を誇るのだとか。千年、そりゃすごい。そんな無敵の王を敵に回すようなやつはいないわな。ですのでトラブルなんて起こりえませんよ。自分が前に行った時は門の前で絡まれたっすけど。っていうかエルフがいるのか。それは何としても会わねば。あれ、今なんか盛大にフラグが立ったような。あそこにエルフが…あれじゃなくてドワーフたちがいるんだな。素敵なエルフに…あーじゃない、腕利きの職人に会えるといいな。本当にリムル様とゴブタだけで行かれるのですか。ああ、あまり大勢で行くと目立つし、案内はゴブタだけで十分だしな。そうですか。お気をつけて。通ってよし、次。すごい行列だな。チェックも厳しそうだ。中に入れば自由に動けるんすけどね。自由か。おい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 、魔物がこんなところにいるぜ。
まだ中じゃねえし、ここなら殺してもいいんじゃねえ。フラグ回収早っ。前来た時もここでボコボコにされたっす。弱い魔物の宿命みたいなもんなんすよ。おい無視すんな。荷物置いてけよ。今なら見逃してやるぜ。いや待て、喋るスライムってレアじゃねえ。見せ物として売れるんじゃねえ。ゴブタ君、ルールその1を覚えているかね。はい、もちろんっす。ルールその1、人間を襲わない。では少し目をつぶり耳を塞いでおくんだ。決してこっちを見てはいけない。え、ま、了解っす。さてっと、俺は寛大だから今なら見逃してやる。さっさと失せな。んだと、クソザコモンスターの分際でやっぱ殺す。すぐに片付けます。補佐は秘書の私にお任せあれ。もちろんです。はっ、手置きだ。うぎゃおるや。すぐにここに。くそ、滅べ。これは使える。よっ、手置きだ。うぎゃー。とどめだ。いざ。なんだぞ。勝利ポーズです。あれ、なんか擬態が進化してる。とりあえず、うわあ、やべ。威圧の効果を報告します。逃走16名、錯乱68名、失神92名、失禁。いや、被害報告とかいいから。体がいくつあっても足りないな。増やせるけど。能力を開示します。次はどう鍛えよう。次はどう鍛えよう。次はどう鍛えよう。能力を開示します。
さらなる力を手に入れたか。さらなる力を手に入れたか。さらなる力を手に入れたか。能力を開示します。能力を開示します。私、少しは成長できましたか？能力を開示します。能力を開示します。また一つ強くなったようだ。残念。立ち止まっていられない。今日もそろそろ終わりますね。これはまた立派なお召し物を。私にですか？ありがとうございます。これからもおそばに。夜の見回りですか？まさか俺に？恐悦至極に存じます。あなた様に仕えることが俺の喜びです。素晴らしい召し物ありがとうございます。夜の見回りですか？お供いたします。今宵はいい夜ですね。ないのか？無理するなよ。俺に渡すもの？お、サンキュー！いいやつだな、お前。